おはようございます、今日の話はプロセスエコノミーという小原和弘さんの本の中から同名の題で書きました。今良いものを売るだけでは物が売れない時代になりました。インターネットによって一瞬で情報が行き渡って一瞬でコピーできるようになったので、どれもこれも似たり寄ったりの機能性能になりやすいです。その新技術をいくら開発してもですね、新興国の高圧メーカーがすぐに台頭してきて安売り競争でヘトヘトになる。これは個人のクリエイターでも同じです。世界中の人がすぐに真似ができてしまうので、 YouTube や Instagram のスタイルはひとたび流行るとどれも似たり寄ったりのようなもので溢れてしまいます。もはや完成形で差をつけるのって結構しんどいわけですね。このような人も物も埋もれる時代の新しい稼ぎ方がプロセス自体を売るプロセスエコノミーです。なぜならプロセスはコピーできないからです。自分のこだわりを追求する姿、さまざまな障壁を乗り越えながら物を生み出すドラマはその瞬間にしか立ち会えません。本当に自分がやりたいことをやって作りたいものを作って生きていくためにプロセスエコノミーは強力な武器になります。このプロセスエコノミーという概念を考えた人は小原さんではなくてケンスーさんという方なんですね。でこのケンスーさんはノートに、プロセスエコノミーをこう書いてありますね。分かりやすく理解するためにまず逆の概念を、考えてみた。これを仮にですね、アウトプットエコノミーというふうに言います。アウトプットエコノミーというのはプロセスでは課金せずにアウトプットで課金するというものです。音楽を作っているところでは音楽は稼がず、できた音楽を売る。映画を作っているところではお金は稼がず、できた音楽を売る。料理を作っているところではお金は稼がず、できた料理を売る。これはまあ普通の今までの一般の人の売り方なんですね。でこのアウトプットエコノミーで何が起きているかというと、全ての水準が上がり続けているという状況なんですね。でヨーヨーの世界チャンピオンのブラックさんという方が友達なんですが、彼が言っていたのは YouTube が普及してから世界中の子どもたちのレベルが桁外れに上がったということです。それ以前はヨーヨーを学ぼうと思っても狭いコミュニティの中しか知識の流通がないので、そこまでレベルが上がらなかった、しかし YouTube で一気に世界レベルのテクニックを誰でも見られるようになって、ぐんと視座が広がり上がりですね、またスキルの流通もされたということなんですね。音楽でもアマチュアの曲を聴いてもかなりの高レベルになってきていると。そしてもう一つは大事なのは口コミが広がるスピードの速さ、これが格段に速くなったということなんですね。じゃあ今日これで終わります。